とことんやり込む、どうもなおちんです。さあ今日も地球防衛軍をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日はねこの武器入手しました。新型アサルトビートル。このねカブトムシ俺全然使ったことなくって、強いかどうかがわからない。まあ、ただレベル3の方がダメージは上なのよね。でも射程が断然こっちが上。おそらく、レベル3が2つあるとこを見ると、射程が短めのダメージが高いやつもあるんではないでしょうか。まあ、とりあえず新型アサルトビートル使ってみましょう。インフェルノ5番目です。カブトムシ持ってるな。なんかこういう仮面ライダーいたよね。カブトムシみたいなやつで変身する仮面ライダーいたような気がするんだけどな。まあいいや、行きましょう。射程が240あるっていうことなんで、そこそこ先の方まで届くよね。え、でかいの？おお、びっくりした。え、おお、なるほど、なんだ、めちゃくちゃ攻撃するね。攻撃回数がすごいぞ。うん、攻撃回数はすごいんだけども、え、どうなんだこれ。これ難しくないか。そこにしか攻撃しないから、ちょっとこれ扱いが難しい気がするな。敵がこうわらわら出てくるところはあんまり向いてないか。あんま向いてないかもね。1対1で戦うようなやつとだったらば、まあ向いてるかもしれないけど、ちょっとよろしくないね。全然良くないな。逃げろ逃げろ逃げろ。これは、え、どうなんだ。いや、もうほとんど爆弾で倒していってるからね。いっけ。あんまり役に立ってるようには見えないけどね。え、どうなのそれ。このカブトムシ結構微妙だな。うん、その範囲が狭いからいまいちこう集団戦に向いてない感じだね。まあ、確かに遠目からダメージはそこそこでもないな。うん、お世辞にも強いとは言い切れない武器だね。もうほとんど爆弾で倒していってるからね。お世辞にも強いとは言い切れないな。でもまあそうね、射程は長いから狙いやすくはあるのか。でもダメージが低すぎるからそんなに使えないね。まあ仲間に当たったりする心配はないけど、まあ狙ったやつは確実に仕留めるような感じだと思う。でも火力はない。全部当たって6600だったでしょ。攻撃力を上げたとしても1万もいかないんで、ちょっと微妙だね。ベイザルをちょっとやってみようか。カブトムシだけで相当時間かかると思う。いや無理だ、届かないしね。まず、あ、届いたけど、ああ、お前たちもいるの？
と分が悪い。お前らも出てくるってならばちょっと分が悪いぞ。いけ、ちょっと砲撃も入れていきます。砲撃の入れ方も俺ね、自分で言うのはなんだけど、そこそこ上手くなったよ。砲撃の当て方は上手いよ俺。いやみんな上手いかもしれないけどね、上手いかもしれないけど結構自信あります。ベーゼルは倒した、あ、まだ倒してない。でまずお前からやろう。でしかも仲間ももう一人助けに行こう。一発一発のダメージがやっぱね低いのよね。一発一発が低すぎる。もうちょっとダメージせめて4桁ぐらい欲しいな。あ、やばい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 、なんか雷ある。あぶねえ、雷あった。よし、オッケー、これでお前は終わりだね。じゃあダメージ低いな、ほんとダメージ低い。あ、やばい、よろしくない。ゴートシュライフでちょっとダメージを当てときますか。これでちょっと当てとこう。こいつ倒せないでしょ。あ、やっぱ倒すもんね。そこそこもうダメージを与えてるはずなんだけど、やっぱりこの武器が弱すぎるか。ちょっと弱だな。ちょっと必殺技を打っていきましょう。 OK、 あ、倒した倒したね。いやでも分かった、特殊の武器は強いのが結構あるけど、カブトムシは微妙です。カブトムシ微妙、使ってみて分かった。はい、ということで今日はね、特殊レベル4新型アサルトビートル使ってみたけど、微妙だな、微妙すぎる。ダメージがまず低いし、1体にしか狙いを定められないので、集団戦に向いてないので、これは俺はあんまり使うことはないかな。はい、まあとりあえずカブトムシは俺は微妙だと思います。はい、ではですね、他の武器もまた使っていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。